ドド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 こんにちは、いきわさんです。今日はですね、ついにね、この日が来ました。はい、私はですね、クレステッド月光をお迎えしました。はい、そうなんです、クレスをお迎えしました。いやー、嬉しいということで、先に、飼育環境を整えてから皆さんにね、お披露目をしたいなと思います。それでは飼育環境の動画からいきましょう。どうぞ。はい、それではね、飼育環境を整えていきたいなと思います。まずこちらのケージはですね、ゼックスエキゾテラさんから出ているグラステラリウムのナノというケージになります。で、こちらをジクラさんの万能消臭で一回拭いていきました。で、そこに、床材として今回使用したのがゼックスエキゾテラさんから出ているレインフォレストというね、バークチップを敷いていきました。このバークチップはね、割とちっちゃめなバークチップになってます。で、そこに、水入れを入れていきます。で、その後にね、クレステッド月光は、まあ、ヤモリなので立体活動を主にするような生き物なので、まあ、流木をね、組んでいって隠れ家とかそういうのを作っていってあげたいなと思います。で、今回ちょっと流木がいいのがあんまなかったんだけど、ちょっと頑張って組んでますね、これもね。どうしようかな。このなんか植木鉢の下の部分あるじゃないですかこれ、この茶色っぽいやつね。これこの前ね、クレスのために買ったからどうしても使いたいんだよね。ここでいいかって感じですね。はい、で、水入れに水を入れて、で、霧吹きをして完成ですね。はい、できました。じゃあこちらにクレステッド月光ちゃんを入れていきます。はい、こちらが私が購入したクレスです。かわいい。この子はですね、チェコの CB で、モルフはレッドダルメシアンっていうモルフですね。で、レッドを探してて、で、ちょっと今ね、湿度と温度が、まあ、割と低めではあるので、体表の色が、黄色っぽく、ちょっとね、薄くね、悪くなっちゃってるんですけど、まあ、湿度と温度高めてあげれば、どんどんと色を変えていきます。はい、こんな感じでね、この子ね、おとなしいんですよ。普通のクレスだと割とビュンビュン飛んじゃうんだけど、この子はね、なかなかおとなしい子なんですよね。いやー、いい子ちゃんです。本当に可愛い。こんな感じで、なんかね、触り心地は、もち、ピトって感じ。あー、こっち向いてる。可愛いですね。で、この子をお迎えしようと思ったきっかけはですね、こうね、左の目の横。これダルメシアンのね、柄があるんですね。で、私も左側にね、目の下にほくろがあって、泣きぼくろがあるんですよ。だからちょっとお揃いかなと思って。それと、この子の性格と、あとレッドが欲しかったので、レッドいいなと思って見てて、この子がね、たまたますごく綺麗で。で、私ダルメシアンっていうモルフもすごい好きなんですよ。なので、この子をちょうどお迎えしました。お、お、すごいね、大の字になってたけど今。これこれ。すごくなかった。下半身でね、初回から大の字をかましてくるというね、素晴らしいトンチの持ち主で。いやー、こんな感じで結構ね、本当性格が穏やかでね。いやー、いい子ちゃんですね。で、初日の夜から私の手からちゃんとね、クレスゾルも食べてくれましたし、すごくね、いい子だったです。うん、やっぱなんかショップの方も言ってたんですけど、クレスは割とおとなしめの方がいいって言ってましたね。うん、はい、こんな感じですね。はい、これ別の日です。ほら、湿度と温度高めてあげるとだいぶオレンジが出てきましたよね。そう、こんな感じでね、クレスは温度と湿度によって全然色が変わります。
やークレスいいですね。ニューカレドニアのね、固有種ということで、もうちょっとね流木とか植物も入れていってちょっと森林みたいな感じにねしていきたいなと思います。まあ、これからケージももっと大きくしていくつもりなので、まあ、これからねすごくこの成長も楽しみですし、飼育環境を新しくするのも楽しみですね。はい、これ最近のクレスですね。ほら、こんだけマックスこれだけ赤くなります。赤いでしょ。そう、さっきの色とね大違いなんですよ。いやーいいですねレッド。まあ、徐々にねこうダルメシアンのこのね斑点も増えてるので、今後の成長が楽しみですね。はい、いかがだったでしょうか。今回はクレステッド月光の、モルフアレッドダルメシアンのビビーちゃんをお迎えしました。いや嬉しい嬉しい、本当に嬉しいです。毎日ねこうやって手の上でこうクレスゾルを食べさせて、お消えとしてクレステッド月光コンプリートダイエットみたいなやつのレパシーのね使って少しこうやって溶いてね入れていてあげると、まあ少し食べてるので、まあ、できるだけこうご飯をいつでも食べれるようにしてあげるっていう意味で両方を与えています。なんかあの子的には結構クレスゾールよりもどっちかっていうとレパシーの方が好きみたいですね。まあ、匂いが全く違くって、クレスゾールの方は結構割と昆虫っぽい匂いがするというか、まあ、そんな感じなんですけど、レパシーの方はもうバナナみたいな、すごいね果物のいい匂いがするんですよ。私もね全然レパシーの方が好きです。ただちょっと溶いて混ぜてっていう行為が、水の分量と粉の分量間違えちゃうとびちゃびちゃになったり、逆に硬すぎちゃったりっていうのがねちょっと難しいので、微調整が必要なんですね。そういうのがクレスゾルはないっていう意味でいい餌だなっていうふうに思いますね。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。いいなクレス、かわいいなって思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。